一切配信しないですけどね昨夜は誰も死ににまませんでしした発発言言ターーンに入り1番のプレイヤーが発言します、はい、お願いしますまあ占い師はねまあ出といた方がいいっすよなんかあの盤面的な強さよりも発言的な強さ俺は求めるタイプなので <laughs> まあ結果的にねあのしっかりやっといた方がいいんでと思ってるタイムなんではいそんな感じかなあとは 特にないかな。棋士についてはね、まあ、俺はどんな場面でもパッて出といた方がええと思ってるタイプなんで、ぐらいっすね。うん、あと霊能者も一周目に、あー、あげるのはどっちでもいいかな。うん、どっちでもいいっすね。はい、そんな感じで。まあ、頑張って気張っていこうかなって思ってるんで、よろしくどうぞということで。<laughs> それぐらいかな。まあ、占いは、 人外は出た方がいいんじゃないですかなんか平和村らおうないし <laughs> <laughs>、うん。お願いします。<番>俺、占い師なの見てなかったー。<laughs> どうも、僕です。おはようございます。仕様ありません。<laughs> 占い師やった。基本的な進行 <laughs> <俺>みたいなもんは一番はさんとほぼ同意す、ね、<laughs> 俺、占いやんけー。あんまり出方で、どのうの僕も思わない派なんで。 ミスというと発言とか考察とかを聞いてまあ、進化に成果っていうのを極めていく方に重きを置いているのでーーまあ、好きにしてもらったらいいと思いますまあ、火占いすかすけどね、俺もね好きにしてもらったらいいんですけど逆に言えばねやっもた、ね、俺だから、まあ基本的には僕ムーブで白いとかムーブでおかしい、うん、おかしいのは思うけどまあ黒いとかってあんまり 考えないですかねや<っ>極端なことをする人は邪魔だなって思うんで、特に場面的に釣れるようなとこだったら釣りたいなと思っちゃいますけどね。はい、それぐらいでーす。やっても、だってみんな助けてくれや。はい、お願いします。占い師で四郎です。あ、お願いします。えっと、まあ、1と2は分かんなかったですね。しょ正直に。 まあ役職については全、まあ、路以外は岸士出てほしいなって思ってますっていうぐらいですかねまあ思うことあんまなかったな一途にも進行論だし多分人外でそこに座っても同じこと言うんだろうなと思ったなんか拾えるものあるかなまあなんか若干、まあ、これ感覚なんですけど一番さんが最後に言った人外占い師出た方がいいと思いますよっていう含みのある持たし方感があったっていうのをちょっと感覚で感じたぐらいで、うん まあこれ別に一番が人外要素ってわけじゃないけど、なんか、なんかちょっと、なんか変な感じしたって感じです。感覚なんで、あんま気にしなくていいですけどって感じです。はい、だからさ、人蓋出た方がいいって含みは入れたんよな、はい、一応。<番>一応入れたいんよ。やいや、もう焦ってさ、俺、占い師じゃんと思って、はい。よろしくお願いします。どうしよう,う,ーん,うーん。まあ、なんだろう。 まあぶっちゃけ何もない。正直。うーん。ないなあまあ、何もないけど、うーんとね。まあ、2番。まあ、やめとくか。なんか、んちゃ、じゃ、まあ、うーんとね、フィーリングなんですけど、まあ、僕、嫌いなんですけど、多分みんなも嫌いなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと2番が村っぽいなって、感覚ね。 なんかまあ、二周目変わる可能性もあるけど、まあ、感覚は村っぽいなとは、若干思ったぐらい。それ以外は何にもないかなって感じ。別に。 まあ白黒取れる議論じゃないかなと思うんで、うん、まあこのぐらいですね。フィーリングで2番が白いかなぐらいしか思えなかったです。1周目1番手の占い師が強いか弱いか、この試合ではっきりさせようと。3番しか出てないけど、3番手1番、2番の発言を聞いて、今のところどうのこうのって言ってたから、3番自体も多分なんだろうな、その占い師の審議について、多分発言精査で重きを置いてほしいと思ってる人間だと思うのね。 だった場合に、一番の陣外は出ろっていう発言って、俺、三万が死んだった場合、あんまり気にならないんじゃないかなと思うんだけど、だって仮に三万が死んだ場合ど、どっか陣外出てきた場合ってさ、発言精査で三万自身もその陣、えー、外が出てきた時に、どことラインがあるんかなとか、じゃあ、狂人だった場合に、じゃあ、どこに色いろいろるかなとかなてる,とてるから、なんか三万が一番に引っかかりを覚えるのは、三万が偽だからなのかなって。 って若干思ったぐらいかな。2>, うん、2番に関してはね、あのね、ムーブで審議はつけないけど、邪魔だって、はっきりと言い切ったでしょう。だから2番は精査する気がある、なんか本当にスムラなんじゃないかなーって思ったかな。はい、まあそれぐらいっすね。あ、まあ、レローロングとかもまあ普通に出ればいいんじゃないですか、みんな。6番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。うーん、まあ3番占い把握です。で、えー、っとね、 まあ4番さんはあのフィーリングで2番白っぽい、村っぽいって言ったんかなと思うんですけど、フィーリングにしても何かここの話し方がとか、何か理由があるはずなんで、そこを言った方がいいんじゃないかなっていうふうには思いました。で、5番さんに関しては、えっと、一応そのムーブの話が邪魔っていうワードが村っぽい。 よりの意見じじゃなないいかっていううふ感じで理由は言ってたと思うので理由をして言っていった方がいいんじゃないかなというふうに思いました1番さん2番さんに関してはまあ2周目なんじゃないですかって思いましたねうんまあ5番さん3番にせっぽいったけどまあ今のところわかんないかなって感じですはい2周目頑張ります7番のプレイヤーが発言しますはい よろしくお願いします。一番村人前也でした。ね、まあ今の議論聞いていて、まあ、5番が村だったら落ち度を作ってるなって思いました。なんか3番が1番に取ったっ要素って、まあ、1番の内容からじゃなくて、言い方について3番は着目して、1番が含みが持っている喋り方だったから、なんか1番が気になった、感覚変だって読めてるから、なんか内容分々じゃないから、5番の3番の詰め寄り方が、ちょっと変だなと思うから、まあ、5番が村だったら頑張ってください。 まあこれは僕の感覚なんですけど、僕は4番と違って、まあ、2番が少し心外臭いなとは思ってました。まあ、これはもう感覚の問題なんで、まあ、2周目変わります。はい、2周目頑張りましょう。以上。8番のプレイヤーが発言しますはい、村人陣営でした。そうっすね。釣りたいの4番で気になってるの2番。4番については、 基本的に何にもないと発言をしているにもかかわらず、んーって悩みながら、なんか、なんか言いたそうにしてるけど、なら吐き出しちゃうよくねって思ったから、そもそもせあの生産意欲ないし生存意欲がないと思ってるから、自分はね、4万釣ってもいいかなと思ってます。2番に気になってんのは、変な部分はは釣るって言ってたけど、例えばどういうのかを具体的にちょっと出してほしかったなっていうのがちょっと気になったぐらいですかね。 あと5番については、なんか4番、4番のフィーリングとなんかちょっと似たような感じの精査をしてたから4番に精査,精査を当てるべきかなと思ったぐらい。そんなところですかね。7番についてはまだあんまり分かってないぐらい。7番1番については。はい、9番のプレイヤーが発言します。 はい、いお願いします。うんあと村っぽいなと思ったんで、8番で、ね、とりあえず1番がおかしすぎて、1番占いゼロ、えっと、騎士についてくれて、霊能もゼロって言ってて、この人、約全くないの透かしてるぜ、人外に対しては、えー、占い出た方がいいよって言ってて、全く役のようないの透かしてる何してんのかなと思って、もうムラりがないんで、1番がいらないかなって、普通に思いましたね。 はい、それ思いました。で、まあ、2番さんはそれに対して何も言わなかったってとこありますね。で3番がまあ6、7、これ、ほっときましょう。4番が気になったのが何で気になったかっていうのはね、えっとね、2が村っぽい、えって言って、2が村っぽいって、ほんとは1黒んじゃないんですか ?3 番占い師でしょ ?3 番に趣味1じゃないですか。 じ四番っていうのは2が西六本いたら四一はちょっと色的にはおかしいと思わないんですかねってよく四番すごく不思議に思ってたんですねそれに対して五番さんはまあこう言ったけど八番がやっぱ四が釣りたいっていうのを視線が合ってたなと思ってる四、うん、の感じがねまあ現状でも一がいらないかなと思ってるけどね一四でいいんじゃないですか。一番 のプレイヤーが発言しますはい5番絶対ムラやと。1番占い師八しろ9番の方がいらないです。俺役持ってるからこそ役ないムーブしないとダメなんですよ。わかりますかね役持ちで役ムーブなんてしないんですよ。役引かせをつかして、なおかつ対抗陣害を出させてあぶり出してからぶん殴っていくんですよ。9番さん。そろそろ理解は、まあ、あの時はね。まあでもだからって100ポイズって俺がほんまに飛躍やとしてもムラりうんぬんでじゃあ1番が陣害にはならないですね。9番さん。 5番が絶対にオオカミがないなって思ったのは5番の3番の殴り方が発言からかなり取ってのライン切りだったらくっそ強い殴り方で3番はこうこうこうでこうだからだから3番の偽はあるんじゃないかっていうのがめちゃめちゃ村っぽく見えたから5番だけは絶対にオオカミがないと思っていました仮に3番が強人であってもあの,吹きあのやり方はねその後6番がすぐに、えっと、5番は3番を偽って言ってるけど分からないってフラットに戻してる感じは6番のオオカミは十分あり得る1だなというふうに思いましたね現状9番を100%釣りで2位知 でで士士出出なないののははゴミなので騎士は出るわかかりますかね僕が占い師ではないことを透かすことによって対抗人外がちゃんと出てくれたらさらに顔面が進みやすいんですよ9番さんはい9、まあこのまま棋士が出ないので9番は100釣りますね9番が1番に対して飛躍うんぬんでどうこう言うんだら9番自体が役を持っていないとおかしいから持ってないんですよねじゃあ9番さんも俺,あ俺は自分のことをクソ棚に上げて言うけども9番自体も自分がお前棋士なんかい わけわかんないじゃあ、ゆるあい。はい、7番騎士、士じゃあ、士ローラで。あニーチ・ 2, 1, 2人ジで占い釣りなんて100ないんでね。ここ7、9人七ら使って、残った方が5番、五 a で100勝ちなんで。以上。2>, 2番のプレイヤーが発言します。いやー、面白いですね。人外臭いなーと思ってるのは、ーの中で7番と9番だったんで、どちらかが新のどちらかが人外ということでね。あ、じゃあ、間違いなく9番釣りますね。 あの3番さんの初週の発言で1番さんに対して、まあ、最後の陣外に当てた方がいいようんぬんにちょっと引っかかるって言ってるんだけどじゃあ3番視点でその要素を持って1番にじゃあうさんくさいとかさなんかちょっと陣外で言ってるのかそれともじゃあ1番に対して、まあ、村で本音で言ってるのかぐらいの目線ってなんもなくただそれが引っかかったなで済ましてるところが。 まあ今,今、3番、1番で体勢出てるからね、3番、1番はないのは分かるんだけど、3番から1番への相方タッチなのかな、それとも、並投を添えたくなくて、でも、とりあえず精査しないといけないから、ちょっと触れとくかっていう感じだったのか、ちょっと3番が今、偽臭く見えてるのね、1周目のその1番への触れ方でね。 9番が1番に対してい,いらない、いらないって言ってるけど、1番の何の、どの要素で9番がそれを1番に対して言ってるのか、さっぱりわかんないから、まあ、9番は、人外なんでしょうね、きっとね。八幡さんから言われましたけど、あの邪魔くさいムーブーって、じゃあ全役職にスライドしたりとかね、わざわざなんか 4C 用目とかに占いで出てスライドしたりとか、邪魔でしかなくない まあ一応そんなのはいろんな盤面とか動きによって何でもあるから、まあそれを上げてほしかったなって言われても、それぞれ邪魔だなと思うムーブってあると思うんで、はい、まあ現状九番釣りでいいと思ってます。三番のプレイヤーが発言します。はい、まあ九釣りでいいと思ってて、申し訳ないけど一番の白先を聞き漏らしました。 てか、使用したことすら途中分かんなかったんですけど、あ、8ですね。了解です。いや、俺8がね、人外っぽいと思ったんですけど、えっとね、8番さんで思ったのは、4番に対して、思考それなんか、なんもないといつ吐き出せよって言って、4番さんの最初の思考開示って、まあ、感覚精査がそもそも嫌いなんだけど、僕は。ただ、 落とす要素が何もないから、まあ、強いて言うんだったら感覚で2番さんが村っぽいかなって思考だったんですね。で、8番さんがそれを聞いてない4番に吐き出せよっていうのは結構太だなと思って、4番さんって何も拾ってないけど、ただ議論活性化のために、まあ、あくまで4番さんに対して1つ要素拾ったまででしかないと思ってるから、4番に対して殴りが太だと思ったのが8番だから人外っぽいと思ってて、まあ、9については4つもかなよく分かんなかったです、要素が <laughs>。4についてまずそもそも2が白いから1が黒いって理論もおかしいし、まあ対抗だけどね、1番に対しては殴るもよく分からなかったから、 まあ9番初見でとりあえずいいと思ってますかね。でまあ2番に言っとくと、まあ、まあ5番さんにもなんだけどまああくまで感覚だからこれ確定のやつにあんないけど1番が例えば強人とかでまあ人狼に対して占い師出てほしいって言ってる可能性とかまあいろいろ考えたわけただこれって1番が仮にスムラとかだった場合でも仮に精査したいってなったときにこのゲームを楽しむという意味で占い師については出てほしいっていう発言だったら。 まあ、両面性取れるから両素にならないけど、言い方的にちょっと含み合ってねって話だから、だからこれを要素を取って殴るのは俺人狼ゲームじゃないと思ってるからやんなかっただけですって感じですかね。まあ、グレード今気になってるのは8番って感じ。まあ、今日9所形でいいと思ってる。はい、以上。6黒<番>じゃないします普通に。はい。まあ、人間っぽいのが8番、9番でした。まあなんかパッション的に一番シーンかなと思うから、まあそう考えると8番が無駄なのかなーとも思うけど、 まあ、到底許容できるものじゃなかったんで、8番の発言は。まあ、結構、人外で見てるけど、まあ、気になる位置が8、9、2。まあ、9番釣るんですけど、まあ、なんか、9番で狼引いた場合って、まあ、結構楽な盤面だなと思うから、まあ、2番が、なんかな、まあ、正直、9番引いて、なんか、狼だったら、ストレート勝ちっぽいなと思うし、<laughs> 9番の、まあ、白結果の懸念したら、 まあ他に考察回せないのかなぁと思うから、まあ、なんかシンプル、思考の浅い人だなぁと思うから、まあ、2番疑ってるのと、まあ、8番は前日の3番が言った通りの要素かなぁと思う。まあ、確定で9番するんで、まあ、あとは特にないけどなぁ。うんまあ現状は9番が、このゲーム早口でれば真ればしんうの、ない,いしょう <laughs> かな。 白結果に見えて <laughs> 2>, 2番が狼の相方が3番 3> 当たりが本線かなぁと現状は思ってます。このゲームって早口で喋ればいい。ゲームって早口で喋ればいまあ,あ、アサイ考察かな。まあ、9番は釣ります。釣るんですけど、まあなんか白結果なんじゃないかなって若干思います。以上。6番は4番ってなんか2番に対して浅い考察って言ってなかった 分からん、聞き間違いだったらごめんね。俺、2番と視点がめっちゃ似てるというか、しっくりきてるから、2は俺、村で弾いてるんだよね。4番の9つって白しか出ないっていうんだったら、9番強人なんじゃないの、まあ、そこまではっきり生きればいいのにとは思ったけど。ただ3番が1番に対して、あの、発言で感覚でっていう話したいでしょでも、3番って1番の発言拾ってるよね。だから、感覚っていう言葉は俺、出てこないと思うんだけど。うん。 7番一番声でいいよ。で、棄案する一番6番占い当てる6番隠しろになったら34紙。ええ。いいんじゃないですか。8万当て狂人なんじゃないじゃん。やばいって。やばいってお前。はい。おい。ええ。いいかなと思ってます。7番一番守りでいいよ。よろしくできまはい。以上。ダメでしょ。6番。いやだダメ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 だ。発言します。大丈夫かお前。は2周目俺がします。最悪のゲームおい。ええとまず。 1>, 1番、3番の審議、これね、発言順とかもあると思うんですけど、4番さんが結構的を得てるなと僕は思いましたけどね、5番さんに関して言うと。なんでかっていうと、えー、1が9をかなり強烈に釣りおしてますね。で、2番さんも9。で、3番も9。3番目線で1番は何に見えてるんですかっていうところです。仮に1番を3番目線で人狼トーク場合って、9をあれ、偽装感情で釣りおしてるライン切りとかはあんまり見えないと思うんですよね。 わかります3番目線からして、一を仮に人狼で置いたときに九って、九、まあの擁護するわけじゃないんだけど、これは盤面的なもんで申し訳ないんだけど、で、えー、っと、なんだっけ、そうそう、4番さんが言った2番、3番、狼三3番から引っ張ってくると、5番に言うのはいいんだよ、1確例のだから。なんで2番にも言ってんのって。めちゃくちゃ気になりましたけど。はい。で、 9番さんは何がしたかったのか、まあ、発言で言ってください,、はい。で、2番さんの怪しい要素ってもう一つあって、僕、1周目で2番さんって、えっと、ムーブで変なことしたやつ、なんだっけ、怪し,い怪しく見る、何て言ったっけな、釣りたいとは言ってないんだよね。そこを8番さんが釣りたくなるっていうふうに指摘して。 したと思うんですよ、ね、だから2番さんそんなこと言ってないなと思って聞いてたんですけど2周目に入って2番さんって釣りたくなるじゃんっていうふうに言ってたのであれと思って聞いてたあ話発言次第かだと思ってます7番のプレイヤーが発言しますまあ一応毛番2番ランにしときますね僕は9番2番4番だったら、まあ、4番の方が俺は村要素が高く9番と2番が俺は変だと思ったから毛、まあ、番2番のランでいいんじゃないですか。 まあ僕はね、まあ言葉にはしないですけど、まあ例がセンスないなと思ったら、まあ1番と3番を声するんで、まあそこだけ狼さんのは懸念入れといてください。もし不安だったら俺噛んでもいいですよ。僕ね、自信ありげなんですよね。なんかね、こういうこと言ったらね、自分を外したく、外した時にクソダサいから、めちゃめちゃ精査しようって思うから、これね、めっちゃっやれるから、俺噛んだ方がいいっすよ。<laughs> 1番と3番の投げ合いにした方がいいっすよ。僕絶対精査やてるんで、 はい、まあ。ある程度僕はここらへんかなとね、目はついてますけど、まあ、占い位置とかで、ね、ら結構判断できるかなって思うから、まあ、占い師は丁重にしてください。はい、有名です。はい、以上です。ヤーん。なんか、7番さんに思ったのは、1番3番の真理って、ほとんどの人が1番真理っていう主張をしてるから、 うん、殴り合いしたときに100%勝つと思うよ、1番が。っていうぐらい。なんか、6番が的外れな発言してんなって思ってて、なんか2番への要素の <laughs> なんか1周目は怪しむって言って、2周目はどうのこうなって、なんかあ、なんか別に言い間違えたとか、別にそ怪しむイコール釣りたいよねって話になると思うから、<い>なんか的外れだなって思ってるし、なんか、 4番になんか、4番って8番に対して殴ってるのが不当だって言ってるけど、定テージがないから分からん。俺としては分からん。不当だって主張されても何言われてるか分からん。だって、だって4番さんあなたって、あの、そもそもなんか,かん、最初考えながら、うん、どうしよう。なんもねえなーって言いながら、うん、どうしよう。ああ、迷う。 やっぱいいやみたいな発言から始まってるから、4番さんの思ってることが分,分からんから。で、1番3番は真偽は3番に一番真だと思ってて、そもそも3番の発言の中で9番つってもいいって言ってるけど、1番何見てるか分からんし、1番9番で見てんのかっていうのを主張するなら、まだしもなくねって思ったけど。そういう感じで3番が偽だと おい、もう、このゲーム壊れてるって潜伏してるのに芯を追ってるやつ多すぎて。僕,僕を取ってください。はい。あのー、俺、陣がやったら残るからね、騎士で。残るから。はい。だから、7番は確実に、えっと、5を持ってください。で、僕の色、白結果を見せて、これがね、1の黒が分かると思ってます。はい、黒、なんで1番が黒かっていうのは、1番はっ僕に叩かれたから、1ずり1ずりって,ってえっと考察一切してないですよね。他に対してね。1ずり1ずり。うん、騎士じゃないから、お前1ずり1ずり。それば かりずーっと言って、他のセッスン全くしてない。はい。あの、あの直に18かなこと八8番さんで2周目以来のことトン落ちたん、ね、で、8番さん。8番さん。4を釣りたい。気になるのは2、いときながら、4番さん、して、どうたらこうたらどうたらこうたらえ、8番さん、どこ釣んの ?8 番さん。日9釣んので、ね、騎士は、えっと、9と2の精査でしましょうかって言ってますけど、8番さん。 はじさんなんでそんなに4にばっかり目向けんの ?9 軽く釣っとけばいいんじゃないんですかだから7っていうのは必ず守ってよ。5番を守って。で、俺の位置は白やから。俺は、あの、れあの、何あのー、狂人でこんなことしよったら、あのー、追放されると思ってる。うん。う村やから。それに対する1は9が偽って言い切ってるからね。色付けしてるんよ、1番っていうのは。 一八郎ーかなと思ったよな。な八番さんのトーンの下がり方で、ね。俺八番白いと思ってんけどな。四をついたり。うん。二が気になるとすごくええ目線やなと思ったけど、二周目のトーンがすごく下がったの残念やなと思ったな。ま、あ一は百二節よ。うん。言っときます。七はマジで、あの、ナなプせんと、五マ守れ。全プレイヤーの発言。<laughs> <laughs> いや、待ってみんな。九番が普通に人内で言ってるかも。じゃあ、ここで九番殴るのはちゃうやん。 9番が普通に人外で言ってるかもしれんし、強靱で、わ、一番真の流れやばいなぁで、どうしても3番を助けてる旧急靱もあるやん。もう分かれへんやん、それは。それ分かれへんやん。それ分かれへん。これこれ9番が人外でやってるかもしれへんから。ここで叩くのはまだ中ちゃうよ。人外でやってるかもしれん。これは。れまだな。 確かに俺の9番の殴り方もちょっと異常なレベルやったし、9名戦では確かに不快やったと思うはい、死んだらメタ発言していいかなあかんのかなあかんのかな ?7 番マジで悪いけど5を守ってくれへんかな。守ってくれたらクラウンになるから。これ言うたらあかんごめんね。とりあえず7には頼むから5を守ってほしい。これだけしか言えないね。強、うん、授に今7番に5声させてるからしれあばいてほしい。1、うん、は確実で人外ね。 うん、あのブレ無礼考察全くないから初衆から叩ける9を叩いてはい、9しか叩かないこれね、他んところ叩けないですよ六番も精査したけどね、俺ははい、9<は>、はい、つります、9つります、はい、9つりますそれしか言ってないからね、この人でも俺六番の精査もし考察が全くない一番さんですこれを白く見えるんですかだからこそ、七は必ずご守れマジで以上夜が更けましたえでも俺六番の精査したやんな占えー、してへんかったっけ 7番9番に岸出てんのやったら、っただったら7番9番の9番から釣り、で、9番のに人外要素としては、9番自体が引き死なのであれば、1番について、役がないことで9、9番目線で1番を釣るのは不当だっていう理由で、9番殴りで、6番の精査もしたはずですけど、ね、2番4番の精査は確かにやってないけど、まあ、6番黒なんですけど、まあ、9番は進むなかどうかわからへんけど、で、実際、えっと、6番自体は、 六番の黒はめっちゃ補足できてたから、まあ、別にいいじゃないですか。昨夜は一名の方が亡くなりました。七八番のプレイヤーが発言します。ああ、なるほどね。はいはいはい。あ、三番八番黒打つのね。なるほど。で、ああ、俺3、三番六番狼の。九番教授だと思ってて、その理由としても、そもそも九番って一番の。 偽主張をししてんのがお,おかしいだって 1, 1番ってそもそも,そも,そも9番9番,の番が1番の役内っていう話をした後にその後に6番の囲いもあるって発言してるから基本的には9番以外の精査をしてるから6番にも精査を向けてるからやってるし、うん、な <laughs> 精査やってるからだし何か声のトーンが下,下がったからって言ってるけど。 別に、あのまま激しい口調でやったところで感情的になるのは自分で分かってるから、そこをコントロールしてるだけですけど、って思ったんですけど。はい。うん。そんなところかな。一番の新主張するなら、ら6番の精査してるし、あの、6番って2番の些細な要素で叩いてるけど、 あれ、それって叩いてることになってないと思ってるけど。だって、それってことは、吸っちゃうよってことじゃないの進んに考えた時に。思考を巡らした時に。って思ったから。っていうところですかね。じゃあ、6番さんに聞きたいんだけど、4番の的が当たってるっていうのがあんまり理解できないから、もう一回説明して一1番のプレイヤーが発言します。 占い理由全部言えますねまず2番については狼2周目で外しました。それは2番の9番への殴り方が1番の間接的な保護のことと、えっと、3番が番 えっと、2番に言っとくとっていう説明のくだりがあったと思うんですけど、これは3番がオカミ方だった場合、2番の表を欲しそうな発言に聞こえたので、2番のオカミは基本外しました。まあ、三強人だとは別ですけど、そもそも2番の1番の保護が入ってたので、あまり2番の三強人だっても基本2番を外したんですよね。じゃあ残り9番っていう異物を連れた番、まあ、これが黒だったらラッキーなんですけど、白だった場合でも、まあ、残りグレー、ニューウルフオは3狼オカミで、えっとまあ、 グレー1ウルフじゃないですかその場合4番6番どっちかなって考えた時に4番はパッション的に俺を信っていう理由ねまあこれは別に実主点はいいんですけどその理由付けが後が変で、まあ、4番はえっと2番について理由がないっていうこと理由が薄いよねっていう殴り自体が不当だったんですよそれは4番自体がパッション的に俺を信っていう理由が薄いじゃないですかその同列のことで2番を殴っていくから4番がそもそも的を得てないんですよね2番殴りが にもかかわらずその、まあ、それ4番にもそれをマイナス点があったんですよその次に6番がだから4番が的を得てる。 その4番を評価して6番がまず2周目で変だと思ったことで1周目にもこれは取ってた要素なんですけど5番が3番に対してマイナス感情を取ってる中で6番はいや俺はまだ3番分からんフラットやけどなって戻そうとしたことが6番の囲いは十分これあり得るっていうのは昨日の2周目にも言ってますけどまあ以上のことが2の狼を外し4番はまだ分からないがその4番が不当なことをさらに評価している6番1周目の要素も取ったことから6番占いで6黒でほぼほぼ36狼だと思っています今日は16のランで6番あじゃ68の なんで奥に行ってください以上二番のプレイヤーが発言します俺六番さんの二周目を聞いて六番さんが狂人でキーバンが <laughs> 言葉を選ばなきゃな残念な裏なんじゃないかなと思ったんだよな 2番は1周目、明確にあまりにも邪魔くさいムーブをするんだったら、盤面的に釣れるとこだったら釣るって明確に言ってるから、6番が2番のなんかその言葉尻だけを捉えて、精査してんだかしてないんだか分かんない言葉で、割と村のんだろう、議論の流れと真逆に行こうとしてる感じとかがめちゃくちゃ強じ臭く見えたんだよね。うん なんか6番人外だと思うんだけど6黒かって言われるとちょっと違う気がするから<ー>あと3番さんが俺は2番は明確に2周目1番とほぼ同内容で、まあ、9番ツールで3番さんの1枚の触れ方で3番が偽って言っている中なんか3番が偽で狼だった時っ でめちゃくちゃ1、2つ投げ得だと思ってるんだけど、<う>3番さんが逆にあんま2番にまずほとんど視点を持ってこなかったんだよな。<う>この精査でちょっと悩んでんだけど、現状で今6が強靭に見えてるから8いっちゃうかも。<う>以上。う6が強靭に見えるから8にいってしまっう。 えーまあ、8番の,あたりは8番の、まあ、初心者の人間数すと、昨日の俺の偽要素が明確におかしくて、1番の中身が何なのか分からない状況だから9番を処刑するって話で、9番の発言が単体でおかしいからって話をしてる。1番が人狼の時に9番とつながるかとか、じゃあ1番が人狼で9番は教番,が巨人で9番は人狼の可能性もゼロじゃない以上、発言でグレでおかしいところを拾った9番に処刑するって話してるから、うん、それが3番にてる8番がまず不当っていうことがまず一つと、 まあ2と5って言った相方については、まずこの俺の1の初週の触れ方については、5番さんって確定の役職が変だって主張してるわけね。で、これは俺は変だとは思ってないんだけど、4号の表彩を取れればいいって感ね。考えたとに2番がその同じ要素を取って3番に行ってきてる場合は、 2番が村人でね、もう5番さん実は村人じゃないですか。実際5番さんは村人なわけだから、2番さんに一応その要素として説明を入れるべきだと思った。2番が人外でもその指摘って、じゃあこの村では通るんだよ。だから、ね、5番が通ってるから、5番が霊媒師であることから、2番のその指摘が通るから、2番にそういう説明をしたまで、ね、って話。で、俺は、まあ、6番の教授の時は4番も引っかかってる。4番さんって初秋のえっと発言で、感覚精査が嫌いなんですよね。なのに、 ファッションで1番が死んだから3番が偽っていう、この落ち方がめちゃめちゃ変だと思ってて、4番さんって感覚精査がへ、えっと、嫌なのに、2周目占い師の審議の付け方は1番が死んだから、3番と2番の人狼で8番が狂人だとかそういう精査してたから、4番さんの人間も俺は十分に考えてるって感じ。まあ、2番さん今日の発言からあんまないかなと思ってますかねって感じです。まあ、18、ないしは1強の48とかもあるかなって俺は思ってるけど、まあ8番ってください今日。以上。

いやまあ6番の更新ないからね正直むずいけど昨日の時点ではいいまあ8番がヒットで黒いけど、うん、って感じ8番がヒットで黒い,いやむずいなマジでめっちゃむずいな <laughs> 8番がヒットで黒いまずいな 5番番修正してくれ。ありがとう。五番修正してくれ。5番頼む頼む。5番修正してくれ。頼む。なんとかできない。うん、<laughs> 5番、お前俺のシーンで見てくれてたんだろう。いや、どうだろうな。なんとかならんか。一番の考察、うん,うん。綺、う、麗、んうん、だなと思ったのが 子なんだけどそうだよね3番が今日俺の投票なくすのってどうなのかなていうの個あそっち逆戦争だよだめっちゃむずい逆戦争だよそんな落ち度ないと思うんだよね一番三番ってどっちもうんで八番六番の落ち度を考えるとまあ、僕八番の方が落ち度あるなぁと思っちゃうかなおい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  お前、フィーリングえぐいって4番。普通に占い真偽つければいいんじゃない ?1 番3番ともにどっちが真かって言っ真。で、審の真議ってそもそもだって相方選べないから、ランダム白しかないからさ。占い真偽つければいいんじゃないって思ってるけど、で俺9番強人でいいと思ってるんだけどな。だって9番って俺,のなんか俺を守って白を見せて1番の陣が釣り寄せいって言ってるけど、じゃあ9番して1番が偽なんでしょってなった前にじゃあ俺の白結構落ちたところで3番かまれるけど、9番が村を主張するんだろうね。だから5番になんか、 なんか守り位置を持ってって一番かませたい9番強人にしか俺見えないんだけど。おつまりだから普通に3六6で終わるんじゃないと思ってる。あと4番にとってるか三3番から間接的にあなた黒だって言われてるんだけど。<laughs> 4番はそれにも気づいた方がいいと思ってます。あ、気づいてるから表紙ならどうなのかって言ってんのか。まあ、そうじゃないと勝ち目がないからなんじゃない、まあ、ワンチャンあるとしたら8番強人なんじゃないぐらいかな。わかんない。2番も巨人あるかもしれない。よ、大統領俺は !6 番に行くよ。<laughs> 1番の方が占い審議は勝ってると思ってるからそれは潜伏したからではなくて潜伏した理由とあと,えっとこの2日目の発言ねあと,えっと初襲に関して2番の精査も1番は入れているからだから9番の言ってることは不当でしかないです って感じですね。まあ、俺は六番行こう。はで、六番。で、六五番。一番が噛まれたら、三番つって、四番釣りでいいんじゃないですか。五番。いけいけいけ。はい。四の村だったら、六いってくれ。いけいけ。ってはい、以上です。六番。いけいけいけ。お願いします。はい、まず、まあ、皆さん、自分で考えて投票してくださいね。僕、じゃ、八番さん、あの。昨日言った二番さんの要素なんですけど、二番さんっていうのは。初週で言ったのって。 えーと変なムーブルした人が邪魔って言ったんですよ、そうそう。邪魔って言ってて、で、8番さんっていうのは、2番が釣り、変なムーブルしたやつは釣りたいっていうふうに変えてきたんですね。で、2周目に入って、2番さんが釣りたくないよねって言ったから、あれってなったんですよ。まあ、その様子はまあいいや、じゃあもう。で、えっ、ー、と、昨日の8番さんって、え6と同じこと言ってるんですよ。6殴ってきて、6と同じこと言ってるんです。何を同じこと言ったかっていうと、3番が、えっ、ー、と、 1>, 1番何で見てるのかも言わないで、うん、えと9番釣りっていうのがおかしい。それを僕が言ったんですよ。わかります ?3 番目線で1、人狼に見えた場合って、強烈に9釣りをしてますけどっていうのは僕が言ったんですね。それをえと8番自分で言ってて、6番殴ってきて、で、えっ、ーと,えー、と、なんだっけ、殴,って殴るだけの。先強い論嫌だから負けたい気持ちもあるんだよな。だから8番がめちゃくちゃおかしいのね。<laughs> で、4番さんを強化しろと置いたのは、 えっても白しか釣れないような気がする。やったら潜伏が強いになっちゃうし、もうやだどっちもやだ負けんのもやだけど。4番さんの、4番さんは言葉足らずだと思うんですけど、言いたいことは分かったので、負けんのもやだでも勝つのもやだまあーは強靭かもしれないですね。負けたくもないけど、勝つのもやだもうどっちも嫌 普通に一八狼やと思ってるんで。全プレイヤー,ー。やだ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 、もうやだやだ。やだやだ潜伏して勝つのやだけども、っどっちもや,ーやー。やもう。お <laughs> お、いくも戻るも地獄だ。どっちも究極の二択やめろ。おい、理不尽な二択やめろ。やめろ。勝つな、勝つな、勝つな、勝つな。おいー。ういうなんでだよー。ーーー <laughs> もう。 追放されるプレイヤー。六番。おいー。どうしてだよー。はい、まあ、しょうがないんじゃないかなって思ってますよ。だって、僕がグレーにいた場合って、三番さんあんまシーン追えないもんね。うん。っていうのは、二番村って言ったりとか。えっ、ー、と、四番が狼じゃないかとか言ったりとか。あなた目線って、八狼で一強で、どっか。 え2番4番わかんないで、しょで一八狼で置くんだったら2番4番村になるっていう説明が、まあね、3番さんとか4番さんとかって説明が足りないから多分あんまりあれじゃないって思ってる。普通に18ーのえーの、ね、狂人者はまあわかんないけど急じゃないかなっていうふうには思ってるよそれは。うんふざげるな !8 番さんの発言おかしいのわかりませんかふざけるな6を殴っておいて。 えっと六と同じことを言ってるんですよゴースティングだこれ言って乗 <laughs> っておかしいこんなんで勝つのおかしい、はい、まあしょうがないと思ってますワンジゃン勝てると思ってるけど、ね、おいこれこれ村陣営見てるだろうふざけるな潜伏で勝つなんてこんなかおかしいだろ潜伏で勝つなんて,ですっておいふざけるなぁおかしいだろう見てるだろう おいこんなん許されないだろ、潜伏してんだぞ、こっちは一周目に占い師出ろって言って、その後にいや、人外出させたいから、非占いすかして占い師ですって言ってんだぞ。おい、ふざけそんな一番を芯で見て六番つってんじゃねえ、このバカどもが。俺が普段いつもちゃんと発言したらよ、シーン終われくせによ。なんだ、てめえら。ふざけんじゃねえ。八番 のプレイヤーが発言しますはい。俺、6番と8番比較したときに、俺、6番に負けてる負け,負けるって思ってないんですけど、おしに勝てる自信しかなかったんですけど、なんか8番が6番につい6番,の6番と同じこと言ってるって言ってるけど、だって、そのことしか言ってなくない。1番、3番の精査,精査の内容しか言ってなくない、同じことって。私、6番、2番の。 指摘が微妙って発言だから、それをプラマイしたときに別にマイナスになるから結論マイナスだから、まあそこは言葉足らずだと思うけど、<laughs> いいーって思ったけど、<laughs> 6番の出し方無理,無理くりすぎない <laughs> って思うけど、占い審議しか合ってないですよ、6番さん。だし、なんか6番が遺言で3番4番のせいとかにしてるけど、なんか責任あるのは6番、6番の発言力のなさだと思ってるけど。 ああ普通に3万6万なんで、当てる話だと思ってますけど。はい。うん。あ、番さんに言っとくと、その、俺が普通に黒いのって、多分、初周段階で8番が4番に対して、その話を、その、 昨日の話昨日言った時とかその初日で言ったことに対して黒いって言ってるんだけどわかるんだけどそのどこがどこがダメなのかっていうのをちょっと言わないと俺自身も返,し返せないから無理っていうのは言っとくね三番1番のプレイヤーが発言します いいやー6 8なら結構どどっっこいっすけどね8番さんまあでも6出てるんでいいっすけどまあ昨日言った通りだから2番の狼オ否定要素は言ったし理由言いましたよねだから占いから外したし、えっと、6番の黒は1周目の発言から補足してる理由も言いましたよね。で5番は例の出る前から5の村要素を拾っててこれも理由は言いましたね。 で4番の自体が不当な2番殴りをしてるから4番の黒もあるかもしれないけどそれをさらに評価して6番が1周目の理由も含めてさらに黒く映ったことで6占いなんですね。で9番さんには「九、えっとまあ、ずり九ずりしか言ってないんだ」って言われましたけど僕はだから1周目から6番の要素を取ってるって何度も説明して村も納得してるってことを僕は発言してるんですよ6番さんの精査してるんですよ。 しっかりねで2番への精査も入れてるんですよ。だから9番釣り9番釣りではなくてあの番面では7番9番がキシキシだからだったら9番自体が役を持っているんだったらまだいいけど役も持ってないんだったら1番に「火役をすかすな」って殴り自体が9番自体がブーメランしてるからじゃああなた死んでくださいよっていうことを僕は言っていて別に9番が黒があるかどうかではなくてまあ9番自体が自主点はいらないから釣りましたね。 まあえー、っとここで4六狼3強陣世界戦の場合はそもそも1番をかんでないと勝てないので、まあ、基本は3六でゲームセットかなと思ってます。まあ、曲がり曲がってこの状況からバランス釣りが発生したらちんぽうを飛び出るんで普通に3番釣ってください。よろしししくお願いまますす番のプレイヤーが発言します まあ、例のさんの指示なんで、何があっても僕は投票は覆しませんけど、ただ、割と胸の内では三振もあるんじゃねえかと思ってるし、なんかまあ、6番がおかみに見えるか、6番白くないよ。白くはない。めちゃくちゃ変な、変っていうか、言ってることも理解できんから、もう嫌と思って、黙って5番さんに従っちゃいました。まあ、それだけです。 あとはさんまさんを釣って勝ったか負けるかを見る結果を見るだけの作業だと思ってるんでねさんまさんが死んだった時はまあどうだろう死体殴りはあんまりよろしくないんですけどさんさんが死んでキュマさんが村とかだった時には <laughs> 負けてもしょうがなかったねって一緒にちょっと泣こうはいさんまとよします 3番のプレイヤーが発言します、まあしょうがないですね、ちょっと、まあ、初週の1位の含みを持たしたっていうのが良くなかったかもしれないけど、まあ、ちょっと気になったんだけど、まあ、人外要素まで言い切れないから、まあ、気になったととどめたのが、まあ、よくなかったのかもしれないですけど、はい、まあそれだけでした、まあ、5番がもう6って時点で負けなんだろうなと思ったけど、も5番が6に入れてくださいって言ったら、もう6に入れるから、みんな、<laughs> もう考察はしないから、そこからは。 って思いました,、はいまあでしたねまあ6と9で強授が落ちてるかもしれないけどまあ多分24目線はこれで8に行くって言った時点でどちらが強授になっちゃうと思うんでもうだって3にしか票は固まらないと思うからどうしようもないですけどって感じでしたはいありがとうございました4番のプレイヤーが発言しますいやなんかさいやもういいなんか別にいいんだけど、うん もう一回聞きたいから、俺8番に入れたい。えか、ー、ななんか、今日に限って弁明するのもめっちゃくせいし、俺、まあ、もういい,いいんですよね。決め打ってるから2番が3番投票しようが、別に、まあ、それで勝つのか負けるのかっていうのは分からないし、いいんですけど、僕なんかもうすく少なくとも8番まずい2番、二番まずい、二番まずい。教授に乗るな。なんかもう、 一番さんはチンポコ飛び出て明日は殴り合いしてほしいなって、僕の中では感想です。あ番に投票します。なんか黒い。ええかけたい。なんか黒い。なんか 2>, まあ2番が3番に投票したら、まあ、これは意味ないんで。まあ、別にいいと思いますけど、僕は3番に投票する意思があるとだけ言っておきます。オーマイガーおおーマイパスタ、おーうまい おう,うまいよ、それは。えー、おうまいパスタ、おう,うまい。まあ、勝ってよかった。いや,ーやっぱり、占い師は、潜伏しないと勝てないんだよね。でも、やっぱ、シューのライシャは、ね、宣服なんだよ。いやや4番巨人か。 てか今俺3番投票する意とか意味わかんないこと言ったの申し訳ないわ。あ番、番言い間違いでしょ ?8 番でしょーった方が。びっくりしなくね。1>, 1番3番精査だったら101番死んでしょ ?8 番さんがなんかずっと焦ってるから、8番さんなんだろうと思ってずっと考えてました。8番がなんか、初週4と2はどうのこうの出て,て、なんか途中からなんか、 トーンが落ちたから、え、8番さんどうなんて、そこに白打ってる位置が確実にせえなと思った。ごめん。ごめんなさい。ってかさ、いち1番さんさ、もう死んすぎるからやめてよ。そうなんあちょっとわかんないっすね。あ、そうそう、8番さん強靭の可能性もあるけど、まあ、黒打たないと、まあ6、六黒打たれるんで、勝ち目ないんで。<laughs> 僕、そんな3番に落ち度ないと思うけど、1番死んすぎなんだけど。<laughs> 僕も3番、3番落ち度ないと思うんですけどね。 ぶっちゃけ僕、一番3番で一番がそんなシーンで思われる理由分かってなかったですね。僕も分からなかった。まあ,ったまあ、無理だな、感情だね、まあ。ロック,ロックされてるし、どうしようもなかった、正直。なんかまあ初週のその触れ方だけで多分、もう多分新書下がっちゃったから、でも無理だなと思ってて。うん、でも結構強人視点でもマジで分かんなかったから、そんなに、うん。難しく、やっぱ占い師は潜伏しないとダメだと思いました。 4が強靭と思わなかった。2番さんがすごく強靭に思えた。ごめんなさいああ。最後の発言は強靭ですね。安定信号を取ろうとするのは。うーんあありがとうございます。さよなら。